ちょっと見て。白血球結構出てますね。赤血球はもっといっぱい出てますね。細胞成分は1視野に1個から5視野に1個ぐらい。血小はすごいいっぱい出てますね。マッチ。リン酸アンモマグネシウム。最近まで出てない。尿酸も出てましたね。5視野に1個ぐらい。黄色でいいのかな？色は。お茶のような色です。お茶のような色。茶色か。黄色とプラス茶色。そうか。どうですかこれ。これ悪い方のお茶これね。どっちかというと。この間のなんかお母ちゃんで推定したやつの12月1日のおしっこに似てますよね。ただ。あの時は赤血球はいっぱいでそんなに血小出てなかったんだけど、今日はこれが血小が出てますね、結構。12月1日のやつは、12月1日のやつ、こう横にちょっと書いてみましょうか。はい。1.054。んで、6から6.5。2から3。で、出てなくて、これが3プラス以上と。で、赤血球がいっぱい出た。白血球はちょっとなかった。で、あとはわからない。要は赤血球が多すぎて、他のがわからないという。見えないってことですね。で、この時の12月1日の UPC がね、1.65。めっちゃ高いですね。高いね。今までよりも高い、一番高いんですかな、ね、一番高いかな、もしかしたら。うん、1.474、いくつ？ 1.08。 気に入りませんでしょ。気に入りした？誰ですか？しました。あの、ご飯の。ノキアを食べてほしいけど、なかなか食べないですが。いや、あの、少しは入れてるんだけど。うん、ほんで、長さん。キドニーケアのさ、そこにの尿ケアってない？キドニーケアの会社の尿ケアってない？サンプルないんだっけ？この間の缶詰あれは、あの先生がこれどうっていただいたの、はいはい、CG の何やったっけ？CG かマルチケア。どんな大きさでした？このぐらいの。あ、いただいたんだけど、それはあのすぐにそう、ね、このぐらいあのお皿に2つやって、一応食べたんですよ、2人ともね。でもわからないなと思って、でミケもあの昨日だったから、あのチュールまだお薬入れる前にちょっと食べたい、なんか食べたいって言うから、あのちょっとやったら吐いちゃったのね、ミケが。うん、で、あのまだお薬入れてなかったんだけど、まあ、ちょっと時間を置いて、2時間か3時間置いてからお薬入れましたけど、その時は飲めました、食べれましたけど。ミケちゃんの方が、はい、うん、で、お母さんは吐かないけども、あの寝てます、お母さん。ちょっと、あれかな、お母さんが少ないかな、少ないな。なんかこういう悪いのとお母さんっぽいような気がするんですけどね。難しいところだけど。で、お母さんはさ、お薬どうなんですか、飲めるんですか、お母さんは。難しい、やっぱり。ちょっとね、あの、2分の1にして、あの、その、チュールもね、もうちょっと量を食べてくれるといいんだけど、上手にこう丸め込めばいいから、ちょっとそれぐらいの量を食べれないのね。あんまりチュールがもともと好きじゃないもんだから。で、まあ、あの缶詰はちゃんとあの冷蔵庫に入れてあるんですけども、はい、でまたちょっと温めてね、少しチンして
あれしてやろうかなと思ってるんですけど、でも見てもなんだかこう、どうですかね、大丈夫かなと思う時もあるんです。なんか顔つきね、あの子はよく外行くんです。あ、見てたのかね。まあね、捕まえればね連れてこれるんだけども、それが一回あのお母さんの方が私やったら失敗したら、もう二度と刑事にはやらなくなっちゃったのね。それまで時々一人で入ってたの。叩くままではまだね、まだまた取れたらおしっこ持ってきてください。それからあと CD 缶、はい、あの尿ケアの缶詰また1個出しますんで、はい、食べてくれるんだったら、とにかく CD ドライか CD 缶か、それを全体の本当は8割か 100% それにしたいぐらいなんだよね、うん、そうすると結構ね良くなるんですよ。あの特にあの石なんか今日のは大きくなってるからさ、石が。あ、そうそう、だからあの石がさ、ここにMAP って書いてあるけど、はい、これがリンなんだよね。でこれがアンモニア、はい、でこれがあのマグネシウム、はい、これが合体してるんですよね、リンとアンモニアで、はい、美味しいご飯にリンが多いわけ、あの市販のやつよく食べるやつに。そうすると余計できちゃうんだよね。だけど pH はこれができるのは pH が 7.5 から8だから、はい、まあ、今の pH は7だからね、多少はいいんですよ、はい、7だとこれはできにくいんですよ。あ、そうなんですか、うん、だからそう7とか 6.5 ぐらいね、 6までいっちゃうと行き過ぎなんだけど、 6.5 から7ぐらいに pH があればはいいんだけど、でも7だけど結構出てるからさ、だから多分リンとかさ、マグネシウムがちょっと多いんだよね、美味しいご飯って。リンが多いと美味しいみたいよく食べるんですよ。だからそちらに慣れちゃってると、やっぱりそういう両方食は味気ないと思うんですよね。両方食最初から食べてくれた子は別にそんなまずくないからさ、食べてくれるんだけど、一貫食に慣れてるとなかなかまずくない。まあだから、まあ、とにかくできる範囲でやるしかないからさ、まあ、いつも同じ話ですけど、その尿ケアのね、ドライが完全の割合を外すとき一気に増やさない、ちょっとだけ増やすことと、お水を十分飲めるようにすること。水はね、お母さんは前からよく飲んでます。それで、ミキも最近は割とお母さんほどじゃないんだけど、でまあ、それとまあ、あのケージにもし入ってくれるんだったら、うん、連れてきてもらった方がいいね、どっちかで。そうですね、というとこですね。で薬はこの間出したばっかだから、はい、まだありますよね。だから今日は缶詰だけ1個出しますね、はい、あ、それと、あれはまだ、あ、入れ物はすぐなくなるので、はい、じゃあスピッツをね、2本、うん、4本出しとこうか、入れ物4本、はい、スポイドはあります。スポイドはこのあれはね、実を言うと洗って干しとけばまだ使えるんですけどね、お湯かなんかで、そうそう、お湯込んで石鹸入れないで、はい、うん、まあ、一応スポイドも出しておきましょうか。いただいてきますけど、はい、まあ、お湯であれするっていうことを覚えておきます、はい、じゃあスポイド2本とあのスピッツ缶入れ物を4本ね、はい、ご用意しますね、はい、それじゃあCD 缶ちょっとまだ試してください。はい、ありがとうございます。